番白いきます。これピンク新しいの出ました。オレンジは変わらずです。目の下のこのクマのところは必ずオレンジ使ってください。この後にこれ使っていくと今までと違うんちゃうって感じが出てくると思います。ニキビ跡とかもこんなに隠せるかぐらい隠せ、ほらどう、ちょっとここ僕オレンジとピンク混ぜてこうブレンドして、すごいカバー力もあるし本当に万能。